ウィリアム・タフト、ウィリアム・ハワード・タフト、1857年9月15日から1930年3月8日は、第27代アメリカ合衆国大統領及び、第10代アメリカ合衆国最高裁判所長官。同国で一貫大統領を退任した後に、再び連邦の公職に就いた数少ない大統領の一人であり。 行政府と司法府の双方の長を務めた唯一の人物でもある。身長5フィート11.5インチ、約182センチメートル。1857年にシンシナティの名片太家に生まれ、ビッグビルは1878年にイエール大学を卒業、1880年にシンシナティロースクールを卒業した。彼は、 様々な地方の法律職を経験し、1887年に、オハイオ州最高裁判所に勤務する。1890年、タフトは合衆国商務長官に任命され、1891年には、第六連邦巡回区構想裁判所判事に任命される。1900年、ウィリアム・マッキンリー大統領はタフトをフィリピン民政長官に任命した。1904年に、 セオドアルーズベルト大統領はタフトを陸軍長官に任命した。ルーズベルトは当時のタフトを政治的に近い位置にいると考え、自らの後継者に指名した。現職大統領と共和党の支援の波に乗り、タフトは1908年の大統領選で圧勝した。最初かつ唯一の任期でのタフト大統領の国内課題は独占禁止、官公庁の改革。 集裁通商委員会の強化、優勢業務の改善及び憲法修正第16条の通過に強調された。対外政策では自らドル外交と呼んだ手段でラテンアメリカ及びアジアの発展途上国の経済発展を促進しようとした。しかしながら有権者は彼から有利し、2期目を目指した1912年の大統領選では大敗し、再選に失敗した。 1857年9月15日に、オハイオ州シンシナティ近郊に生まれる。母親のルイーザ・トーリーは、マウント・ホーリー・オーク大学の卒業生であった。父親のアルフォンソ・タフトは、ピーター・ローソン・タフトの息子、ロバート・タフトシニアの子孫であり、著名な共和党員であった。彼は1839年に、シンシナティで弁護士を開業し、ユリシーズ・ S、エス・グラント大統領の下での、 陸軍長官を務めた。ウィリアム・ハワード・タフト国立歴史史跡は、タフトが少年時代を過ごした家である。彼の成果は、オリジナルの外観に復元されている。内部の4つの部屋は、タフトの少年時代の生活を反映した展示がなされ、2階には、タフトの人生を強調する展示品が公開されている。家族の多くと同じく、タフトは、 ウッドワード高校に通い、ニューヘイブンのイエール大学に進学した。イエールで彼は、ライノニアンソサイティとスカルボーンズに加わった。スカルボーンズは1832年に、彼の父親が共同して結成した秘密結社であった。彼はまた、プサイウプシロンのメンバーでもあった。タフトはその体育から、ビッグラブビッグラブの愛称が与えられたが、大学の友人は、 オールドビルオールドビルの愛称で呼んだ。彼は、生涯を通してその体重に関する、あざけりを受けた。フィリピン民政長官時代にタフトは、ワシントン DC に、今日は乗馬を行ったが、良い感じであった。との電報を送った。陸軍長官のエディフルートはこれに対して、馬はいかがでしたか。との返信を行っている。1878年。 タフトは121名中2番の成績でイエールを卒業した。卒業後はシンシナティロースクールに入学し、1880年に法学医を取得した。在学中に彼は地方紙ザ・シンシナティコマーシャルで働いている。オハイオ州で放送会入りした後、タフトはハミルトン軍の検察官に任命された。1882年には、 内国際入局の長州官に任命される。タフトは1886年に新シシティで長年の恋人であったヘレン・ハンクと結婚した。1887年にはオハイオ州高等裁判所判事に任命された。1890年、ベンジャミン・ハリッソン大統領はタフトを商務長官に任命した。任命当時の年齢は32歳で、 2010年1月現在最年少の商務長官である。1891年には新設された第6連邦巡回区構想裁判所判事に任命される。1892年3月17日に上院の承認を受け、同日就任している。1893年頃、タフトはピッツバーグレダクション社、現在のアルコアのアルミニウム処理技術に関する。 複数の特許に関して有利な判決下した。同社は1903年に当事者と和解し短期間アメリカ合衆国における唯一のアルミニウム供給企業であった。同社によるアルミ市場の河川に関してタフトはアディソンパイプスール社体アメリカ合衆国1898年において意見を述べている。1896年から1900年までタフトは 裁判官を務めるとともに、シンシナティ大学法学部の教授及び、初代学部長として勤務した。1900年に、ウィリアム・マッキンリー大統領が、米政戦争の結果上とされた、フィリピンの文民政府組織委員会の長に、タフトを指名した。1901年から1904年までタフトは、フィリピンの初代知事を成功裏に務めた。1九百四年には、 セオドアル・ーズベルト大統領がタフトを陸軍長官に指名した。陸軍長官時代に訪日し、その際にはカツラ・タフト協定と呼ばれる日米間の合意の成立に関わった。セオドアル・ーズベルトは大統領職を2期務めた後に1908年の大統領選出馬を辞退した。代わりに彼は次の共和党大統領候補としてタフトを指名した。 ルーズベルトの支援でタフトは民主党候補、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンを破った。タフト政権下では、ルーズベルト政権の方針を引き継ぎながらも、ドル外交と呼ばれる経済力を背景とした武力を伴わない平和的な外交を目指した。その一環として、東アジアでは、文庫解放通帳の原則に従い、列強の大中侵食を抑えつつ、 中国権益の平等的な分配を目指したが、かえって列強の反発を招いて頓挫した。また、中米地域でも欧州諸国の資本を排除して、情勢の安定を図ったが、結果的にアメリカ自身が武力介入をはざるを得なくなり、かえって情勢が不安定となってしまった。タフトは大統領職を通じて、共和党のリベラル派、その多くは、 ルーズベルト前大統領の政策に従い続けたからの意義と争った。進歩的な共和党員は、公然と1910年の議会選挙及び1912年の共和党大統領予備選挙でタフトに挑戦した。タフトが共和党指名を勝ち取った時、彼らは本選挙でタフトに対抗するために、新党、アメリカ進歩党、または革新党、別名、 ブルムースの結成と対立候補として、セオドア・ルーズベルトの擁立を計画した。ルーズベルトの進歩党からの立候補は、共和党員の投票を2分し、民主党候補、ウッドロー・ウィルソンの勝利を招く結果となった。公職を退いた後、タフトは学術及び調停、そしてを通じての世界平和の追求に時間を費やした。第一次世界大戦後の1921年、 オレンジー・ハーディング大統領によってタフトは連邦最高裁判所の首席裁判官、最高裁長官に任命された。在任中は法廷をより効率的に機能させるために最高裁判所が全国に重要な事件に選考を与えることができる1925年のジャッジ法の成立を主張。死去直前の1930年まで最高裁長官を務めた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。